はい、どうも安です。今回はですね、ニューヨークのマディソンスクエアパーク、というところから、撮影しています。まあ、後ろの方にですね、あのエンパイアステートビルも見えます。今回はですね、文章力を上げるためのコツについて、話をしようと思います。ネットビジネスをやるにあたって、まあ、文章力っていうのはすごく大きな武器になります。と言いますのも、まあ、人はですね、文章というか、まあ、言葉によって、動かされるわけですね。まあ、誰かの文章を見て、言葉を見て、何か商品を買ったりとか、まあ、動かされたりとか、まあ、ですので、ネットビジネスで成功するためには文章力を磨くというのが、必要不可欠になります。じゃあ文章力を磨くためにはどうすればいいかということなんですけど、まあ、別の動画でも話をしましたが、英語力を磨くためには、英語で、たくさん話すということが大切だと。まあ、日本語の文章力を上げるというためにも、まあ、たくさん文章を書くっていうのが、まあ、必要不可欠になってきます。まあ、いくらコピーライティングの知識だとか、まあ、SEO の知識とか、まあ、あったとしても、やはり実際に文章を書いてみないと文章ってなかなかうまくならないものですね。大量に文章を書くためには文章を書くということを習慣化しなければいけません。こう習慣化するために、コメントをするっていう方法を私はお勧めしています。まあ、例えば YouTube 動画を見ているのであれば、その動画にコメントしたり、メルマガに対して返信したり、Twitter に、リプライしたり、まあ、そのように、まあ、コメントすると、まあ、これはですね、まあ、何がいいかというと、まあ、コメントするだけであれば、まあ、5分とか、まあ、短いものであれば1分とか、まあ、その程度の時間でできるかと思います。まあ、コメントすることによって、文章力が身につくだけではなくて、その内容に対して、まあ、自分の頭が整理されて、まあ、知識が定着します。またですね、コメントするメリットとして、その相手とですね、仲良くなる可能性があります。私の周りにいる仲間の中でもですね、まあ、以前から私のメルマガに毎回返信をしてくれたりとか、ブログにコメントしてくれたり、まあ、それがきっかけで、その人と、まあ、仲良くなって、まあ、今でも交流を続けていると、まあ、そういう人も中にはいます。まあ、やはりですね、毎回コメントくれる人っていうのは、まあ、こちら側も名前とか覚えますし、まあ、非常にありがたいので、まあ、何かしてあげたいなと、まあ、そういう気持ちになります。まあ、ですので、文章力を身につけるための、最初の第一歩として、まあ、何かコメントしてみると、っていうことをお勧めします。まあ、この動画にコメントしてもらっても良いですし、まあ、メルマガに対して返信してくれても大丈夫です。まあ、別に私以外でも、まあ、何か他の人に対してコメントすると、まあ、そういったことを、まあ、習慣化していきましょう。はい、それでは今回は以上です。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた。